皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、ヤフーニュースにニューとマークされている、いわゆる最新ニュースの紹介、解説です。まずは国内ニュースです。長時間の津波警報、情報発信見直しとのことです。そうですね。もうちょっとこまめにというか、あの、あまり、 警報を鳴らし続けないようにということなんでしょうね、まあ、クレームがあったんでしょうか、たくさんね、はいまあ、けどね、少しずつ直していけばいい話なんで、こういうのはね、はい、もう始めた途端に、なんかクレームとか言ってるとあれですけど、まあね、もうだいぶ経ちましたからね、はい、クレーム言ってもしょうがないような時期なんでしょう。はい、次、えー、麻生氏、自民党の麻生氏。 トランプ氏との会談を調整とのことです。はい。自民党のフィクサー。麻生さん、動いてます。はい。次、744の自治体に消滅する可能性があるという報告書。これは、致し方ないことだと思います。はい。例えば、1000人いる。 村村議会の議員が30人。えみたいな <laughs> え。えみたいな感じですね。えじゃあ村民の3%は議員なんですかっていうね。はい。そういうこともありますんでね。仮想化。少子化による過疎化。ね。複数あると思います。単なる過疎化と少子化による過疎化。はい。はい。続いて、えー、国際ニュースです。 北朝鮮、昨日、ミサイル発射実験をやったそうです。はい。完全に映像、画像がミサイルです。衛星ではありません。完全にミサイルです。はい。はい、次。えー、イラク、イランではありません。イラクのシーア派民兵基地で爆発とのことです。中東が危なくなっています。はい。 ええね、海峡封鎖とかにならないといいんですけどもね。はい。ホルムズ海峡ね。はい。イスラエルとイラン、対立の起源。はい。対立の起源。はい。えー、そうですね。いろいろ書いてありますが、はい。イスラム革命。はい。はい。イスラエルを、 イスラム教の聖地でもあるエルサレムを占領した敵と見なし、イスラエルの存在も否定したと、はい、イランが仕掛けたわけですね。はい、存在も否定となると、イスラムもね、怒っちゃうでしょうね。なんでそんなこと言ったんだよ、イランみたいな感じですけどもね、はい。次、経済ニュースです。東急電鉄の運転士 保安装置に採工して運転とのことです。はい。カンニングみたいな話ですかね。はい。やっちゃダメですよ、そんなこと。はい。首、首にした方がいいですかね。はい、はい。次、えセブンイレブン、弁当の値引きを本部が推奨することになったそうです。いやー、加盟店からの、いろんな加盟店からのね、声が大きかったんでしょう。はい。全部、 全部定額で売ってるから廃棄が多いということですよね。はい。もったいないぞと。え、え、SDG としてどうなんだということですよね。はい。次。え、ニンニク入れますかラーメン、いろいろ。はい。ニンニクはね、加熱すると、えー、息が臭くならないんですが、生ニンニクは19時間、皮膚から 匂いが発されます。口からだけじゃありません。体中からの汗腺、汗の腺から匂いを発します。なので必ず聞いてくるというお店もあるということでね。はい。聞いてくれた方がありがたい。はい。そうですね。はい。次。えー、IT ニュースです。偽広告。被害多発でも反応鈍いメタ。 もうやり玉に上げられてます、メタ。ね、広告収入がそんなに欲しいんですかって感じですけどもね、はい。あの、それをやってるとね、そんなことやってるとね、あの逆にユーザーが離れますよ、広告は増えても、はい、ユーザーが増えると広告見られなくなっちゃいますよね、はい、考えましょうね、はい、次。 広告停止の検討を要請とのことです。なんか、俺たちちゃんとやってるようなポーズですか自民党さん。はい。まあまあ、それだけじゃないとは思いますけど、はい。そうですね。ちょっとね、勘ぐっちゃったりしますよね。やっぱりね、こんだけね、自民党がやらかしてるとね。はい。次。元 AKB の、えー、大家さんが結婚。 OG たちが祝福とのことなんですが、これなんで IT ニュースなんですか、はい、そこ、ヤフーさんに突っ込みたいですね。<laughs> はい、次、えー、科学です。デング列、国内で流行最年の懸念と、はい。これはアメリカのニュースではしっかりと流され、もう3日ぐらい前に流されているニュースですね。ヤフーは今頃ですか、はい、遅いな。はい、次 えー、エンタメニュースです。ドラマ出演決定、尾形恵美さんが驚きとのことです。尾形恵美さん、綾波イ、綾波イの声優さんです。ほ、ま、か、あ、にもいろいろやってますけど、あ、はいね、あ、あ,あごめんなさい、シンジくんだ、シンジくんです、ごめんなさい、シンジくんです、はい、シンジくんですね、はい、驚きでしょうね、はい、次、山本彩さん。 休養がターニングポイント。ね。休養した方がいいでしょう。私も人生の休養期間に入って結構長いですが、はい。このまま続くんじゃないかなと思ってもいますが、休養期間は大事です。はい。休養しましょう。はい。次。えー、柏木由紀さん。第二の人生が楽しみ。うん。前向き。いいですね。何があっても前向き。そういうのいいじゃないですか。やっぱり鍛えられたんですね。はい。 グループで鍛えられた。いいじゃないですか。次、スポーツです。一発退場のディフェンダー西尾。はい。おとといぐらいにニュースになりましたが、3試合出場停止とのことです。まあ、しょうがないですね。受け入れましょう。はい。次、アンダー2 3アジアカップ日本快勝決勝トーナメント進出とのことです。 若手、頑張っています。将来のヒーローがこの中にいるんでしょうね。はい。次。えー、身長176メートルと誤って記載。選手は感謝しているそうです。俺、でけえだろいうはい。<laughs> 球場破っちまうぜ。みたいな。室内球場だったら俺、破っちまうぜ。っていうね。 そうですね、足の大きさどのぐらいなんでしょうねフィールドをどのぐらい埋めちゃうんでしょうね、はい、気になりますけどね、はい、C を入れなかっただけでこんなことになってしまうというメートル法面白いですね、はい、ということで今回のニュースは以上ですが皆さんはどんなニュースに関心を持たれましたでしょうかそうですね私はやはりイランとイラクペルシャペルシャペルシャ人が悪いわけではありません ペルシャ国家の指導者がちょっとやばいはいそういうことですね世界を見つめましょうペルシャ人の方々指導者の方々世界をしっかりと理解すると自分たちがどう動けばいいのか冷静に考えられるはずだと思いますいつかそういう日が来ることを願っていますがその前に国がなくなってしまうかもしれないということも 気にしましまょうね、はいはい、ペル写真がバラバラになるの嫌でしょ、はい、そういうことですね。はいということで今回の配信は以上となります。また次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。